ミサイルの誘導方式、硬派ホーミング誘導本校では、硬派を媒体としたホーミング誘導について述べる。硬派のうち、可視光と紫外線は、太陽光からの反射という形で使用されるため、日中しか使用できない。可視光は、指令誘導と組み合わせた複合誘導としての画像誘導に用いられることがある。紫外線のみを使用した誘導装置はないが、 ハイブリッド方式として使われている例はあり、目標識別に効果がある。これに対し、赤外線は昼間だけでなく、太陽の内夜間でも使用することができる。すべての物体は分子運動によって熱を発生し、外部に放射しているが、赤外線利用にとって、好都合なことは、地上物体の放射するエネルギーの波長帯が赤外線領域にあることである。通常、 赤外線誘導はパッシブ方式で使われるが、下記のようにレーザーを用いたセミアクティブ方式で使われる場合もある。なお、パッシブ方式で運用される赤外線装置は目標の捜索、または追尾を行うときにエネルギーの放射を行わないので、秘匿性が高く兵器として適している。従来は対空ミサイルで使用されており、 アメリカ軍の過去25年間の悲劇追の90%は赤外線誘導ミサイルによる撃墜とされる。また、検知波長の変化や誘導システムの進歩に伴い、対艦ミサイルや対戦車ミサイルへの採用例も出始めている。なお、赤外線誘導の空対空ミサイル発射のための NATO の略式コードは FOX2 である。ホーミング誘導であることから、飛翔経路としては、 比例広報が用いられる。ホーミング誘導は、目標の情報を得る手段によって、ミサイルに搭載する受信機のみで誘導を行う、バッシブ方式、ミサイル外部の目標照射エネルギーの反射を利用する、セミアクティブ方式、送受信装置をミサイルに搭載するアクティブ方式とに3分類されるが、媒体に、通常の光波を使用する場合、大気による減衰が大きいことから、 パッシブ方式のみに使用される。一方、レーザーであれば収束性、指向性に優れていることから、目標に対して照射されることもあるが、アクティブ方式でレーザーを搭載する方式は、実践配備に至っておらず、セミアクティブに限られる。処理方式としては、目標を天井の赤外線放射源の分散、すなわち画像として扱う場合と、一つの大きな赤外線放射源、 すなわち点として扱う場合の2方式がある。このうち点として処理するものとしては、出てくる方式と4分割方式があるが、4分割方式は、レーザー誘導でのみ用いられており、レーザー誘導で最も一般的な処理方式となっている。この結果、センサ部の方式としては、蒸気のような様々な方式の組み合わせが想定されるものの、実際の実装としては、 古典的な赤外線誘導で用いられる、レティクル方式、イメージ方式、レーザー誘導方式に、ほぼ対別できる。またこのほか、指令誘導と組み合わせた、複合誘導として、可視光による、画像誘導も行われる。物体からの熱放射には、プランクの法則、キルヒャホフの法則、ステファン・ボルツマンの法則、ウィーンの変異速の4つの法則が当てはまり、放射される。 赤外線の周波数はその温度に規定される。しかしその様々な波長の赤外線の中で軍事利用されているのは大気の透過率の高いものと検知器の利用できるものが合致した特定の波長体であり、概ね、下肢より少し長い波長から12マイクロメートルまでに限られる。K-13 空対空ミサイルの C カーブ、出てくる追尾方式を採用している。 赤外線誘導は目標が発する赤外線を赤外線センサによって捉え目標を追尾して命中させる誘導方式。目標を天井の赤外線源として処理する場合において出てくる追尾は古くから赤外線誘導装置において用いられてきた方式である。この方式では目標が発した赤外線は光学系を通じてまず出てくるに入社した後 検知器において信号を発生する。レティクルは円形の光学材料の上に赤外線の透過、不透過の模様を描いたものであり、目標熱源からのエネルギーをシーカーとの相対的な目標の位置に応じて変調するために用いられる。最初期に用いられていたのがアサヒレティクルである。その表面の半分以上は50%の透過率であり、残りの半分は 透明なくさび型と不透明なくさび型を交互に持つ。このレティクルを検知器の前で一定の回転数で回転させることによって標的の像を周期的に遮断して深幅変調信号を取り出すことができ、検知セルに入る IR エネルギーはレティクルの変化部分が目標を通過するときにデューティーサイクル50%の方形波パターンを持つ。目標の方向がレティクルの中心に近づくと 透明の設計部分が狭くなることで、そのエネルギーが減少することから、誤差信号は、相打誤差角と共に変化する。より複雑なレティクルとして用いられるようになったのが、車輪レティクルである。これは、レティクルを固定し、円錐操作パターンで動くように光学系を回転させて、像の軌跡がちょうどレティクルの半分になるようにするものである。目標が軸上にあるときは、 信号のオンオフの時間が同じであるが、軸から上にずれると、オンオフの時間に差が出ることから、周波数変調信号を取り出すことができる。同じ原理で、レティクル回転式とすることもあるが、この場合は模様に工夫が必要となる。またこの他にも、多周波レティクルや湾曲スポークレティクルなどがある。レティクル追尾方式の場合、シーカーの視野に対応した面積の単一の検知素子が、 用いられる。ここで用いられる赤外線センサには、大別して、熱計検知器と、両根型検知器の2種類がある。メディアを再生するアイリス T 空対空ミサイルの C カーブ。フパによる赤外線画像追尾方式を採用している。画像誘導方式も、赤外線を利用するという観点からは、昔ながらのレティクル方式と大差はなく、感度の計算や追尾距離なども、 同様に扱うことができる。しかし、目標を赤外線の点の集合として扱うレティクル方式と比べて広がりのある点の分散として扱う画像誘導方式には多くの利点がある。画像を得る方式には炭素子あるいは列素子を機械操作と組み合わせる方式と面素子や殺像管による電子操作との二通りがある。炭素子で像を得るためには立て、 横方向ともに光学系で操作する必要があり、ラスタースキャンが古典的である。操作方法として多面体の鏡を横方向に回転し、縦方向は平面鏡の往復運動でこのような操作を実現できる。またロゼットパターンでのスキャンを行う場合もある。電子操作で像を得る、面素子の場合、目標と背景の像は素子面に焦点を結ぶ。 他素子になればなるほど視野角が広くなり、周辺では尚差により像がぼけてくる傾向がある。ミサイルの用途として素子数は必ずしも多ければ多いほど良いわけではない。文献によっては補足距離において目標のエネルギーを受信可能なピクセル数として約20という数を上げているものもある。また素子数が多すぎると処理に要する時間が長くなりすぎるという問題もあり、 6464 64素子、あるいは128128 128素子が通常、用いられる。レーザー誘導は、レーザー目標指示装置から目標に対して、レーザー光を照射し、目標からの反射光を、ミサイルのシーカーで捉えることで、その方向へミサイルを誘導する方式である。すなわち、基本的には、セミアクティブ方式に限られる。また本校で扱う。 ウォーミング誘導のほか、指令誘導として行われることもある。レーザーは通常パルス波を用いるが、発信方式の関係から、パルス幅は10から100ナノ秒程度と狭くなる。この短い時間に操作する必要上、レディクル追尾方式では、回転が間に合わず、4分割方式の検知器が使用される。これは4つの証言に分割された検知器によって、 目標像を分割して受光し、各素子間のエネルギー分布から目標の方向を識別するものである。目標が光軸上にあれば4つの素子は各々同じ出力となり、光軸からずれるに従い、素子の出力も変化する。この方式は検出系は非常に簡単だが、背景を抑圧する能力がないため、レーザー誘導でのみ用いられているものである。パッシブ式。 セミアクティブ式ともに、フレアやアン、アルック -144 や、汎用赤外線妨害計画の一環として、指向性赤外線妨害装置や、民間航空機用では、民間航空機ミサイル保護システムのフライトガードや、ノースロップグラマンガーディアンのような硬派、妨害技術によって無力化が可能。硬派を使用して、弾体を誘導するという概念は、アメリカ合衆国特許、 第2015,670号やアメリカ合衆国特許第2309,329号のように1930年代からすでに存在していたが初期の研究はおおむね赤外線ホーミング誘導に注力していた。1950年代にベール研究所でレーザーが開発されたことにより実現性が高まった。1962年より アメリカ陸軍、レッドストーン兵器省において、レーザー誘導技術の開発が開始されており、この研究は、後に、アメリカ空軍に移管され、1967年には、航空システム部において、ベーブイ計画として、レーザー誘導爆弾の開発へとつながっていった。アメリカ軍においては、第二次世界大戦時より、無線誘導爆弾を使用していたが、レーザー誘導爆弾は、 命中精度及び信頼性が高く、水平飛行のみならず降下中からの投下も可能で、あるなど、柔軟度が高い利点があった。1968年には量産発注が行われている。ありがとうございます。